一番ピッコロが似合う女なブルアカ、ハージマールよ。ということで今回は、ブルアカのアマワコさんをご紹介していきます。視聴者アニキたちはどんなプレイを楽しんだことがあるかな？ストレス発散方法を教えてね。仕事ばっかりでストレスたまらん。抜き毛しちゃいそうよ。さて、まずはアマワコさんのプロフィール紹介です。年齢は17歳。誕生日が12月22日。身長は165センチ。ゲヘナ学園3年生。風紀委員会に所属しています。レッツゴー。趣味はひない院長。CV は河野まりかさんが担当しています。趣味がひない院長。どういうことだってばよ。ひなだお。公式の紹介文では、ゲヘナ学園所属、風紀委員の行政官であり、風紀委員ひなにとって秘書のような存在。一見すると親切で善良そうな印象だが、即に違反した生徒などに対してはかなり容赦がない。いつも風紀委員であるひなのそばにおり、彼女のことを補佐している。それもあってゲヘナの生徒たちからは、ひなのペット、などと呼ばれることもあるが、本人は特に気にしていない、と、紹介されています。これもうただの変態不審者さんじゃないかな。似すぎだと、いつもみたいにじゃれ合っても、肌と肌が密着して、ドキドキしますね。公式のアロナちゃんによる生徒紹介では、ゲヘナ学園所属、風紀委員会行政官のアコさんです。有能な補佐役として、敬愛するひない院長に忠誠を誓うと言わんばかりに、いつも深夜まで、また果て徹夜でお仕事をするひなさんのそばにいます。その姿は、まるで騎士のように見えます、と、紹介されています。なお、仕事のストレス発散でとんでもないプレイをしてしまう模様。信じられる、これ、一般向けゲームのホーム画面にできるんだぜ。ガチじゃねえか！このおかげでピッチ部もいっぱいイラストがあって、こちらも抜かねば、ブサ法というもの。さて、お次はボイスを聞いてみましょう。ホーム画面の背景によく似合う。先生、手が止まっていませんか？残業になると、私の帰りも遅くなって、私が困るのですが。相変わらずとんでもない服着てんな。進捗が良くないですね。はぁ、仕方ありません。私も手伝います。ボロン。今からはお食事はもちろん、お手洗いなども含めて全部私が管理しますから、言った通りにしてください。まさか、不満なんてないですよね。これ親のエロ同人より見た展開。なんだ、やればできるじゃないですか。って、先生、まさかとは思いますが。先ほどまでは、サボっていたということですか？前の職場の上司みたいなこと言わないで。お疲れの時は言ってくださいね。それをケアするのもまた私の役目ですので。これ色同人で見た定期。お前ら笑うな。こいつは誰も知らねえとこで毎日ブルーアーカイブで過酷なひなにしてんだよ。ここで目線移動を利用して首を横に振らせるのすげえ興奮しますね。いいねいいね、最高だね。恥ずかしめてやろうよケン。そんなもんじゃ憧れは止められねえんだ。こんな格好、この屈辱、絶対に忘れませんからね。そそるぜ、これは。さて、お次はアコさんのスキルを見てみましょうか。ミニティームベッディ、もっともっと遊ぼう。突撃。アコさんはノーマルスキル、呼吸プランディ、ヘルカタ一人の回復ができます。すっごい花火だね。じゃあプラン B で行こう。プラン B はなんだ？ネオンだもん。風紀委員の情報収集能力、お見せします。 EX スキル、偵察データを共有します。ヘルカタ一人の回心値と回心ダメージ率の増加。パッシブスキル、支援を開始します。は筋力の増加。サブスキル、サポートはお任せください。は味方の回心ダメージを増加といった、バッファーとして回心と回復の両方を合わせ持つサポートキャラですね。この前の3000円払えば無料で好きなキャラがもらえるキャンペーンでのおすすめ上ナンバーワン。僕ちゃんのに所持だったから3000円課金して無料でアコちゃんをゲットしたよ。なんか違くないですか？ではご褒美タイム。さて、先生は何をくれるんだ。これはいろんな意味で気持ちがいい。さて、最後にアコちゃんのメモロビを見てみようか。深夜、ゲヘナ学園、何も起きないわずがなく。エッチなもの、そういうのはダメ。見つけたら全部ボ
モモトークで匂わせ連絡する子多くない？若いうちから残業とは？セクシーメメリスちゃんが手伝ってあげよう。なんだと？何が入ってる箱なんじゃろ？靴ぶっかけ。これはもしや、いじめなのでは？風紀委員は大変だな。そうだよ。視聴者は兄貴たちは最近どんなことにストレスが溜まってるかな？何その理論？俺は悪くねえ。シャミ子が悪いんだよ。俺が悪いんだよ。なんだと？やる気？喧嘩を売ってるなら買ってやるわよ。ごめんね、生まれてきてごめんなさい。さすがに八つ当たりすぎだるるを。あ、いいっすよ。チャージ3回、フリーエントリー、ノーオプションバトル。おい、どうした？ビビってんのか？やめるんなら今のうちだぜ。はい、落ちましたー。せっかくだから僕はこの裏を選ぶぜ。バトルだ。どうやらお楽しみの時間のようだね。おう、悪しろよ。ワンだよワン。やってみせろよマフティ。なんとでもなるはずだ。ガンダムだと。ぬぬぬ、これが透き通る世界観ですか？この屈辱、絶対に忘れませんからね。これが公式という事実。じゃあ、散歩でも行こっか。待ってください。これ以上は約束と違うじゃないですか。お散歩？正気ですか？このまま？ひなちゃんに見せてやろうぜ。調子に乗りすぎました。言えたじゃねえか。あのいつまでこうしていればいいんですか？ミカが実装されるまで。何やってんだミカ。
この後めちゃくちゃ散歩した。ふくく、次はどこを散歩させようか。やっぱり過酷な避難民はストレス発散にちょうどいいんだね。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい女の子がいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、過酷なプレイはほどほどにしよう。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしくー。